ねえねえ、すももちゃん。おい。私たち、もう別れましょう。な、なぜにだ。あなたが他の女とパピコシェアしてたの知ってるの。ほら、証拠の写真もある。うう。何か、言い逃れできる？小井さんだ。すももの負けます。やったー！すももちゃんに初めて勝ったー！に、なかなかやるな。それでこそ強敵と書いて、友。えへへ、すももちゃんに褒められて嬉しいな。何やってるの？これね、すももちゃんとリンで考えた遊び。名付けて、アドリブリアルおままごとます。聞いてもわかんないわ。あのね、台本なしでやるリアルおままごとなの。すごく難しいんだよ。だからリン、頑張って遅くまで起きてドラマ見たんだ。ドラマ？すももちゃんにね、勉強のために見なさいっていいドラマ教えてもらったの。リン、遅くまで起きてたってどういうこと？うわー、すももちゃんにこういうのは内緒って言われてたの。うわ、それでだ。なんでもない、なんでもないよ。リン、時すでにお寿司。あやね、まっかっかかっかっかっか。リン、あなた、夜中隠れてテレビ見てたのね。ひえー。あとでよしよししてあげるます。スモモ、あなたもよ。うえ、リンちゃんに変なこと教えないで。その後、私とひまりで二人をめちゃくちゃ叱った。私はあやね、32歳の専業主婦、娘のリンと旦那のハルトと幸せに暮らしている。そんな私は今、高校時代からの親友ひまりとリンと同じ幼稚園に通う娘のすももちゃんとリンを幼稚園に送るときに一緒になったから話しながら歩いてたんだけど、こんな風に説教することになった。幼稚園の先生もこの二人を見るのは大変だろうな。申し訳ない。まあ楽しくて可愛い二人なんだけどね。もう、しないんだよ。はーい。すもももね、うい。わあ、めいちゃんやっほー。うーいっす。あ、りん、すもも、おはよう。あれれれ？今日は、犬さんと一緒じゃないの？本当だ、犬塚いない。代わりに黒いおっさんいる。こら、すもも、お失礼でしょ？この方は、めいちゃんのお父さんよ。ああ、そういえば前にお寿司一緒に食べた。いつも娘が世話になってる。これからも仲良くしてやってな。当たり前。メイはスモモたちの仲間。うん、そうだよ。はっはっはっは。メイ、頼もしい仲間がいていいな。うん、でも本当に珍しいですね。メイちゃんのお父さんが送りに来るなんて。いや、犬塚に怒られちまってな。え？もっとメイとの時間を作れって。確かにその通りだと思って、幼稚園の送迎は、わしがやることにしたんだよ。これなら少しは時間が作れるからな。そうだったんですね。あ、ちなみに犬塚くんってのは、メイちゃんのお父さんの部下。私とひまりの高校の同級生でもあるの。メイちゃん、お父さんと一緒。嬉しいでしょう。うん、嬉しい。ああ、そうだ。最近、幼稚園のママ友たちとよくランチに行くんですよね。ねえ、メイちゃんのお父さんも、どう？わしが、ママ友のランチ会に。いや、わしが行ったら迷惑だろうに。そんなことないですよ。ぜひ、機会があったら。メイパパ、行くべし。そうだよ、行ってきなよ。お父さん、行かないの？考えておくよ。そして私たちは、娘たちを幼稚園に預けた後、道端で話していた。そうだ、メイちゃんのお父さん、LINE 教えてください。グループ LINE に招待しときますね。グループ LINE？ ひまり、ぐいぐい行き過ぎてメイちゃんのお父さんが困ってるよ。え？困ってるんですか？いや。結構情報交換とかができて楽しいですよ。パンケーキが美味しいカフェとかでランチ会したりするんです。パンケーキ？え？パンケーキ好きなんですか？今度行きましょうよ。いや。うん、パンケーキに妙に食いつきが良かったな。あ、じゃあ俺はこれで失礼する。じゃあまた。また。何？何の話してたの？あ、みちかさん。なんでもないです。
え？なんでもないって、ランチ会するって話聞こえたわよ。最近私行ってなかったから行こうかしら。来なくていいです。はあ？なんでそんなこと言うの？なんでか教えてあげましょうか。みちかさん、いつも途中で来て100円しか払わないで帰りますよね。え？だって途中参加なんだし、いいじゃない。この前の飲み会もみちかさんかなり料理食べてましたよね。お酒も散々飲んだし、それなのに100円しか払わないで帰ったから、私たちはもうみちかさんとは食事に行かないって決めたんです。ああ、そんなこと言わないでよ。今度は払う、今度は払うから。そのセリフ何回も聞きました。それでは失礼します。失礼します。ちょっと待ってよ。このママ友、みちかさんはドケチで有名な人。食事や飲み会の時に100円より出してるところを見たことがない。わざと遅刻してきて、途中参加だから100円しか払わない、そういうのが常套手段だから、私たちはみちかさんとはもう食事に行かないことに決めていた。だから今回断ったのだが、その日からみちかさんからしつこく毎日 LINE が来るようになった。しかも何百件も。ひまりに聞くとひまりにも来てるらしい。内容は、私たち友達でしょとか、友達を切り捨てるなんてひどい、未読スルーしないで返信してよ、などなど。あまりにもひどいのでブロックすると。ねえ、あやねさん、ひまりさん。はい、何でしょうか。 LINE ブロックしたでしょ。はい。やっぱり。しましたよ。でも言いましたよね、ブロックする前に。もうこのまま毎日何百件も LINE を送ってくるようならブロックしますって。はあ、何開き直ってんの。許さない、許さないんだから。今に見てなさいよ。何をするのかと思ったら。ねえ、あやねさん。何でしょうか。私は信じてないんだけど、あやねさんとひまりさんが不倫してるってみちかさんがママ友たちに言いふらしてるのよ。本当ですか。ええ、私はもらってないけど、不倫の証拠の写メとかまで送ったりしてたらしいの。何それ。道理で最近ママ友たちから変な目で見られてると思ったら、そういうことだったのか。みちかさん許せない、絶対訴えてやる。一人のママ友に見せてもらったら、写真は合成で作ったようだった。本当に許せない。私とひまりは訴える準備を進めていたが、噂はなくなるわけではない。正直ノイローゼになりそうだ。そんなある日のこと。ああ、みちかさんのせいで本当に憂鬱よね。こういう時はさ、美味しいもの食べに行こうよ。美味しいもの？パンケーキ食べよう、パンケーキ。結局食べに行ってないじゃない。こういう時は美味しいもの食べて気分転換だよ。あ、メイちゃんのお父さんも誘おうっと。メイちゃんのお父さんも。そして翌日、本当に3人でランチに行くことに。ああ、こっちこっち。ん？どうしたんです、メイちゃんのお父さん。いや、変装だ。変装？変なの。さあ、何食べます。わしはパンケーキを2つパンケーキ2つですか。そんなにパンケーキが好きなんですね。悪いか。全然悪くないですよ。いや、やっぱりメイちゃんのお父さん誘ってよかったね。ほら、あやねも楽しくなってきたでしょ。どうかしたのか。いや、なんでもないです。そうか。そしてパンケーキが運ばれてきた。おお、うまい、うますぎる。十万石饅頭よりうまい。おかわり。いやー、本当にありがとうな。こんないい店教えてくれて最高だ喜んでもらえてよかったです。私もおかわりしちゃおっかな。お、そうだ、こんなうまい店を教えてくれた例だ。悩みがあるなら相談に乗るぞ。いや、まあうまい店教えてくれなくてもメイの友達の親たちだ。悩み事くらい聞いてやる。あやね、話してみようよ。でも。いいから、わしたちはママ友だろ。はい、ママ友なのかな。友達ではあるけど、
うん。そして私はメイちゃんのお父さんに、ミチカさんのことを話した。なんだそれ、ひどい話だな。はい。よし、今週末そいつを誘って飲みに行こう。え？どういうことですか？わしに作戦がある。作戦？何それ楽しそう！そして本当に今週末、ミチカさんと飲みに行くことに。私が誘うと、やっと私の価値を分かってくれた？とか。とや顔してたみちかさん。それから数日経ち、今日は飲み会当日。案の定、みちかさんは時間通り来なかった。よーし、じゃあ先に始めてるか。乾杯！乾杯！乾杯。そうだ、わしの話を聞いてくれ。最近メイがお風呂に一緒に入ってくれないんだ。どうすればいい？それは成長だからしょうがないですよ。でも早すぎる。わしはもっとメイと一緒に風呂に入りたかったんだ。もうこういう時は飲むしかないよ。はい、飲んで。ひまり、少し酔っ払ってない？バレちた？うおー、飲むぞ。そして1時間ぐらいそうして飲んでいると、ごめん、道が混んでて遅れちゃった。出た、得意の途中参加。あー、美味しそうなワイン飲んでるじゃない。それ、私にもちょうだい。もう空ですよ。じゃあ、ボトル3本追加で。お、そうだ、先にお金払っとくわね。はい、途中参加だから、これだけね。100円。何？なんか、文句あるの？いや、ないです。だよね。途中参加だからいいよね。じゃあ、私たちは途中退店します。あ？何言ってるの？これ、100円置いてきますね。私も。わしも。100円？ 100 円じゃ足りないでしょ？店員、どうなんだ？この方たちの分は100円で足りますね。え？何ここ、激安居酒屋なの？ 100 円とか最高じゃない。じゃあ私料理どんどん頼んじゃおっかな。これと、これとこれでお願い。かしこまりました。よし、じゃあ俺らは帰るか。100円なわけないじゃない。普段払ってないから金銭感覚ないわけ。いや、さすがにわかるよね普通。でもみちかさん、お酒臭かったから先に家で飲んできて酔っ払ってるのかも。ああ、どうなっても知らないっと。数時間後、店員さん、会計お願いします。かしこまりました。はい、100円。いや、美味しかったわ。こんな安いのに、まるで高級レストランで食事した気分。お会計は1000万円ちょうどです。はあ、1000万円ちょうどふざけてるの？いや、本気ですよ。はあ、このワインいくらすると思います？知らないわよ。1本300万円です。300万円？あんた怠惰ですね。値段も知らずに注文するなんて。ぼったくりじゃない。通報してやる。どうぞどうぞ。ラベル見てもらえれば、札の皆さんも納得ですから。これロマネコンティですよ。ロマネコンティ？ろれつも回らなくなったか。うるさい。本当にあのロマネコンティだったらおかしいじゃない。あいつらは100円だったでしょ。ああ、それはここが親父の店だからだよ。親父のお店？さっきの黒いおっさんいたろ。あいつが俺たちの親父。親父の店だから、親父と親父の友達は100円でいいの。エイジ、後で親父のこと黒いおっさんって言ったの報告するからな。ちょ、犬塚さん、それは勘弁してください。東京湾に沈められる親父？東京湾？もしかして、あの人、ヤクザの組長？あんたたちも、ヤクザ？大正解。さっさと払ってもらおうか。1000万円もないわよ。大丈夫。貸してやるからよ。そんな。その後、みちかさんはというと、噂は全部嘘です。噂を流したのは私です。画像も私が合成しました。
犬塚、何あれ？ムンクの叫びです。似てるね。噂は嘘です。私が全て悪いです。ミチカさんは毎日喉が潰れるくらい大きな声で私とヒマリを貶めようと流した噂が嘘だと叫んでいる。まあこれもメイちゃんのお父さんたちの仕業だろうな。その後ミチカさんは今までの行いが単身赴任の旦那さんにバレて離婚され、お子さんは旦那さんが引き取った。これもメイちゃんのお父さんたちの仕業らしい。さすが噂組。ちなみに私たちは訴えるのを結局やめた。私たちへの多額の慰謝料を噂組経由で払ってもらったからね。つまりさらに借金を背負ったそうだ。訴えるまでもなく今後地獄を見ることになるだろう。これから働き詰めで借金を返すためだけの生活になるそうだ。自業自得とはいえ凄まじいことになってるな。そして私たちはというと、メイちゃんのお父さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、そんなことはどうでもいい。ママ友を助けるのは当たり前だ。それより見ろ。え、新しいカフェが噂町にオープン？ああ、明日のランチはここでしないか。いいですね。行きましょう行きましょう。ママ会楽しみだな。あ、いや、メイちゃんのお父さんはパパ。お、そうだ、クッキー焼いてみたんだ。食べるか。食べる食べる。お、除菌ティッシュもあるぞ。気が利きますね。うん、めっちゃ美味しい。ほら、口にクッキーついてるぞ。これで拭け。あ、ごめんなさい。ママかもしれない。ほら、あやねも食べろ。あ、はい。美味しい。当然だ、これはホワイトデーの試作。メイへのお返しにうまいクッキーをあげたいからな。そうなんですね。あ、今度クッキー作り方教えてくださいよ。ああ、もちろんだ。ついでに旦那さんや子供たちも呼んでうちでホームパーティーしよう。ありです。じゃあ、来週どうですか？来週は杯ごとが、ああ、いや、そんなのよりママ友との交流の方が大事だな。それはリスケしよう。大丈夫なんですか？ああ、だいたい杯を交わすなんて古いしな。いいんだよ、そんなのなくても。そんなんより気持ちのつながりが大事だ。このママ会みたいにな。本当に組長らしくない組長だな。この組長あっての噂組ありか。納得できる。あの人たち全然ヤクザっぽくないもん。まあいろいろあったけど一件落着。でもないな、組長さんのクッキーの方が私が作るクッキーより美味しい。今度しっかり教えてもらおう。